あの主に脊髄損傷の患者さんに使ってるので、はい、自分の筋力で、あの姿勢を保持したりとかね、することが難しいんですよ、立ったりすることが。その力不足のところをアシストしてくれて、でその結果いい姿勢を実現させて歩く訓練をさせてあげることができるというのが最大のメリットだと思います。目指すべきところはですね、はい、あのまあ、今日本で使える最先端テクノロジーをできるだけうちに集約してね、あのそれを臨床にフィードバックできるかどうかの評価も含めて、あの工学研究者、まあ、大学の研究者も含めてですね、一緒にやっていきたいと思っています。で今そのネットワークを拡大に向けて、いろんな大学の先生と協力関係を今築いてます。でうちにもあの付属に、まあ、うちの付属というかこのセンター内に工学研究所がありましてね、まあ、工学研究所っていうよりもまちづくり研究所なんですけども、その中にはテクノロジーを持った工学研究者もいますので、まあ、そういう人たちを含めてね、大学の先生方と一緒に臨床応用だけじゃなくって役に立つものを研究開発していきたいというふうに思っています。だから一つの殻に閉じ込まらず、いろんな大学、いろんな研究施設と連携してやっていきたい、まあ、臨床と工学を融合させていきたい。ゆっくり